1月19日2018年です。ライトボディの27日目ですね。はい。ですね、いつものように、呼吸は長く、深く、ゆっくりと、ドーム状に、じゃないや、バルーン状に、可能な限りゆっくり、360度、風船が膨らむように、特に後ろ側、背面を意識して呼吸を続けてください。あとは、達観することですね。どん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 自分を外から見るというか、外から眺めるというか、反応が出てきても反応しない、反応に近づかない、反応を遠くで眺めてスルーさせると、でもすでに始まってますが、ですね、ちょっと待ってください。昨日の延長戦、多分リラ星人で、ベリアンだと思いますけど、多分昨日の延長戦だと思います。ですね、すでにも頭のところでも反応が始まってます。特に腹部ですね。胴体の下の方とかでクリアリングの感じが強くなると思います。特におへその周辺、場合によってはちょっと痛い感じ、軽くビーッと痛いような感じが出てくるかもしれません。もうとにかく何度も言いますが、もうこれはもうボディの乗り物、ビークルの反応なので、達観して眺めてスルーしてください。もうこれしか言えません。人によっては第一チャクラの尾骨のとこですね。お尻の底辺のところが、クリアリングの冷たい感覚が出てくるかもしれません。集中的に2、3、3、2、1ぐらいをやるみたいですね。ということで、人によっては、横隔膜の下のところに、バンドのようなものを感じるかもしれないです。で、これもとにかく、達観する、スルー、スルー。というか、お腹の周辺強く出てくるであろう、体幹ですね。を眺めて、とにかくもう、そこに近づかない、手放す、眺める、スルーさせる。ハートのとこよりはスルーさせやすいんじゃないですかね。ハートは動悸とかがこう上がってきちゃって、ドキドキしちゃいますけども。腹部、アブドメンは多分、グーっていう、こう、萎縮感が強い感じなので、よりスルーさせやすいのではないかなと思います。人によっては肝臓の上の部分ですね、膵臓の上の部分、だから横隔膜のやや下のところでもやっぱり圧力とか圧迫感を感じるかもしれないです。で、とにかくリラックスしてスルーさせる、ほどく、力を抜く。で、股関節の内側ですね。やっぱり低温やけどのような、ぎゅーっと冷たい感じ、冷たいくて同時に温かい、熱いみたいな感じが起きてくるかもしれないです。で、これも眺める、反応しない、どちらにしても一時的な反応なので、スルーさせる。で、肩ですね。左肩のところ、まだやや残ってますが、ここのところもリラックスさせる。で、お尻の臀部とか肛門のとことかも変化が出て、反応出てくると思いますけども、とにかく達観して眺めてください。スルーしてください。人によっては頭ですね、こめかみというか頭の、表現しにくいですね、頭の、眉毛の上の方の内側でぐっと反応が出るかもしれません。ですね、肝臓の上ですね。ちょっと、ピピッと痛みのようなものが走るかもしれませんが、それもスルー。とにかく反応を眺めてください。反応に反対して反応しない、近づかない、スルーする、手放す。で、呼吸を思い出す。人によっては左の耳ですね、のところに変化が出てくるかもしれないです。はい。とにかくスルーさせる。
手放す。上部、鼻孔の上部、右側の奥でも、強めの反応が起きるかもしれません。例えば、スルーする。手放す、眺める。とにかくもう呼吸を思い出す。姿勢も思い出す。肩を落とす、力を抜く。リラックス。特に腹部ですね。腹部、特に上部。今、ギュッと強く反応が出てくると思うんです。可能な限り力を抜いてスルーさせちゃう。でも、耳がかゆいのは、かゆいてもいいと思いますけど、可能な限り、もう、反応しない、近づかない。そうしか言えませんけど。とにかく、もう反応したらする。スルーさせ続ける。眺める、手放す、姿勢を思い出す。ですね、ハートの背面ですね、ハートよりもちょっと上の方ですね、そこも反応が少しずつ出てきてますが、スルーする。今のところジェスチャーとかハンドポーズ的には何も指示出てないので、多分、今普通にリラックスしてる状態って構わないと思います。とにかくリラックス、腹部のところをとにかく、腹部のところにほどく。ハンドポスチャーのことを話したら別にポスチャーハンドでやってもいいよっていう感じで帰ってきてますけど、ですね。両手で三角形を作ります。親指と親指を引き付けて、4つの指はもう4つ全部つけて、三角形を作ります。と。で、それをちょうどおへその、ちょっと上ぐらい、気持ち上ぐらいのところに置いてくださいと。で、その置いたまま、そのピラミッドの三角形の指先を、上にやったり、下にやったりですね。これを、ゆっくり、そのバタ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 やんなくていいです、と。
しばらく上に置いといて、しばらく下に変えますと。で、またしばらく置いといて、またしばらく上に変えますと。ゆっくりゆっくり変えますと。バタバタ早くする必要はないですと。で、とりあえず、下向きに、指先下向きから始めてください的な。で、それで、2、3分そのままそこに置いといてください的な感じですね。多分、まだこの段階ですよ。あまり重要ではないみたいですね。それでもいいですと。で、ではその姿勢でしばらくいて、とにかく体幹に意識を与えてください。意識の与えるところも全部スルーさせてくださいと。で、肩の背面の片側ですね、ところの反応が、低温やけどみたいなものが出てくるのは、とにかくスルー、リラックスさせる。力を抜く。ハートのところでもちょっと反応が出ると思います。それも力を抜いて流してください。で、ハートのその、拡張した状態ですね。ぎゅっと縮まらないように広がった状態を保ってくださいと。で、多分そのハート、拡張した状態に置いておくと、横隔膜のところがやっぱ上に上がって、空間っていう余裕が出るんですね、多分。で、この可能な限りその状態で、閉じちゃうの、呼吸をして吐くときにぐーっとこう、なんていうの、お腹が縮まらないっていうか、こう、狭く、小さくならないというかね。とにかく姿勢を保ってくださいと。人によっては首の、頭蓋の付け根ですね、頸椎と頭蓋の接続点のところ、特に背面のところに変化が出るかもしれないです。で、それも達観すると。で、背面、肩の背中、背面、肩のところでも反応が強くなっていくようですね。これもスルーさせてください。反応しない。とにかくもう全然なんか流しちゃう、滑らせちゃう、通り過ごさせちゃう。胃のちょうど真ん中に、横隔膜の周辺でこう、やっぱ動機のようなドクンドクンとかすかに上がってくるかもしれません。まあ、ハートのところにいるよりは全然流しやすいと思います。胃の調子がある人はちょっとぐーっとこう、縮まるような感じがするかもしれないですね。とにかくもうリラックスすると。ストレスどん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 出してくださいと。ゼロにしてくださいと。
で、人によってハートのところでもやっぱり冷たい、冷たい高温のエネルギーっていうか、あれが出てきて、こう降りていくのがわかるかもしれないです。なんかリラックス。あと、お手手ポーズが出てきましたね。お手手ポーズです。右手、手と手のひらを合わせて合掌の状態にして、ハートの前に置いて、親指側をハートのところにつけておいてくださいと。で、右手はそのまま、左手は指先を下向きにして、手のひらの下のところで、手首のところで引っつけて、左手は下向き、右手は上向き。これちょっと苦しいかもしれませんが、しばらくその状態で置いといてくださいと。その手の、手の親指と小指ですね。左側は小指がついてますが、右側は親指をつけてて、この、接続のと、これをまっすぐに置いておいた方が、ハートのところか下の方に流れるエネルギーが、こう、ぶれにくくなるという理由ですね、これ。で、苦しければ、ちょっと休んでも構わないと思いますが、もうしばらくその状態で、可能な限り。で、きつくなっちゃったらちょっと休んでもう一遍やると。単純に言っちゃうとエネルギーの流れをよりこうぐにゃぐにゃしないようにまっすぐ降りるようための道筋のサイン的なものみたいですね。まず呼吸を忘れない、もう少しですね。ちょっとこれは姿勢としてかなり辛いと思いますが、可能な限りで、ついでにもう胸のところもちゃんとまっすぐ伸ばして、人によってはボキボキとブリ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 とは言うかもしれませんが、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。ちょっとですね。で、背面でもこうざわざわ感とか意外となんてザラザラ感とか出てくるかもしれませんが、ハートの背面ですね。これもスルーさせること、なんか上腹ですね、横隔膜周辺、より下の方ですが、ね、どこに変化を認識して手放す、スルーさせる。左首筋後ろでも反応が出るかもしれません。体の縦の軸をまっすぐ意識して。もう手離してもいいみたいですね。はい、ゆっくりとリラックス。で、上腕、肘の近くとかもリラックスしてください。反応が出るかもしれません。
股関節の臀部側ですね、何かしら反応、もしくは太ももの内側とかも反応が出ると思いますが、なんかスルーさせる。呼吸を思い出す。呼吸を思い出す。胸を、開口を思い出す。360度広がるを、開くを思い出す。横隔膜の周辺、どん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 ほどく、手放す。まっすぐにする。歪みを手放す。膝、もう足全体ですね。足全体でも微妙なピリピリ感とかジリジリ感とかざわざわ感とかいろんな感覚がありますが、出てくるかもしれないです。もうとにかく流す。手放す。右のこめかみの上部の上でも反応出るかもしれません。またよく眺める。頭がぐーっとこう、まだ縮まるような感じがするかもしれません。眺める。反応しない。体全体的にとにかくまっすぐに揃える。スルーさせる。整って流れる。それぞれこれ椅子にまっすぐ座ってた方が楽だと思います。ちょっとピコッと伸ばしたまま。で、多分横隔膜のところをちょっと動かしてみて、多分まっすぐに座ってると思っても歪んでると思います。その横隔膜の周辺。とにかく、いろいろこう、横隔膜の周辺、いろいろ試してみて、楽になるところを探した方がいいかもしれません。で、力がどんどんほどく、反応スルーさせる。力を抜く、呼吸を思い出す、姿勢を思い出す、胸が、ハートが開口してるのを思い出す。
ついでに腹部もこうバルーン状に膨らむ的な、横隔膜の周辺もバルーン状に膨らむ的な呼吸に、女性の方は苦しいかもしれませんが、腹式呼吸の、バリエーションの時に。腹部、横隔膜の下のところ、おへそと横隔膜の間のところですね、が360度開きます、膨らみますと。で、そのまま膨らんだまま息を吐きます。ゆっくり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 、あんまり縮めませんと。それと同時に、ハートのところも休憩に、胴体の上ですね、胴体もほぼ3分の2上ぐらいはずっとバルーン状に膨らみますと。人によっては右肩、肩甲骨とかにも変化が出るかもしれない。ですね、体感しにくい方、もしくは抗生物質、他の、まだ感想を上げてませんけど、抗生物質とか飲んじゃって、化学薬品がガーッと入ってきちゃうと、どん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 またバランスが崩れちゃうんですね。で、その時に、異星人様ヒーリングのライオン様星人とアトランティアンシードとレムリアンシードを体に効かせると一気に元に戻るそうです。ということで、調子の悪い方はこの3つが3種の神器って言うんですね。これをやられということをお勧めします。とにかく効かせると、体に。とにかく、そこなので、調子なかなかこう追いついてこれない方も、この3つを落としておけば、より追いつくのが早いのではないかと思います。で、途中から始めてる方、例えば異星人様ヒーリングを飛ばして、ライトボディ始めてる方は、もう特に異星人様ヒーリング先にやった方が早いです。なので、異星人様ヒーリングを流しの、それから、ライトボディを順番に、で、時々と異星人様ヒーリングに戻って、ライオン星人と、あとレムリアンとアトランティスを、時々落とし込むがいいのではないかなと思いますが。で、多分姿勢をまっすぐに思い出す。でも力をどん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 抜いて、リラックス、手放します。人によっては、右半身のやや中央側に冷たい縦の流れがハッとできるような、体感が上がってくるかもしれません。とにかく眺める、肩の力抜く、リラックスする。で、体が固まってるようだったら、とても動いてほどく。ですね、消化器系、肝臓、腎臓、胆の、膵臓、脾臓、胃と婦人とかいろいろ臓器があります、腸とありますが、調子が悪い方は、どこか分かってる方、もしくは慢性的な何かを抱えてる方は、その部分に手をピッとつけといた方が分かりやすいかもしれませんね。ちょっとピッとつけておくと、どうすると、エネルギーが膨らみやすくなるので、それに、ぐっと抑える必要はありません。だから、ピーッと軽くつけておくだけでいいと思います。で、反応が出てきたら、とにかく流す、反応しない。で、
くときに指先の方向、だから指先がディレクションというか方向指示みたいなもんで、まあ、指先を可能な限り下腹の方に向けておいた方がいいみたいですね。もしくは、親指と親指をひっつけて、で人差し指と人差し指をひっつけて、残りの指は人差し指に揃え、まあ、そのまま三角形を下向き三角形で、まあ、場所を移動させるみたいなのでも構わないようです。で、その時に、人差し指の頂点のところが、まあ、可能な限り、おへその方向に向くのがいいタイプ。ハートで呼吸を忘れない。で、人によっては、背骨、背中の、ハートの裏のちょっと下側になんかこう、上がってくるような、なんか疲れてるような感じが出てくるかもしれないです。なんかスルーさせる。ハートのところの奥の遠くの方で鼓動的なウェーブが出てきたもんとにかくする。どん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 遠くなっていってる感じがするので、よりもう、眺めやすいというか、引っかかりやすくなると思います。考えが来てもスルー。もう考えない方がいいです。もう考えなくても、考えてもわかんないのは考えない。考えたくない。とにかく、もうとにかくスルーさせる。呼吸を思い出す。眺める、手放す、楽観する、まあ、反応しない。とにかくリラックスして落ち着いて、どん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 開く。ハートが開国します。ダンサーのところも開国します。第二のところも開国します。と。どん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 休憩に、バルーン状に360度開国します。
ですね、左背面、肩甲骨の下のところ、ハートのちょっと、横っていうんですかね、反応が出るかもしれません。眉毛眺める、反応が起きてももうすぐ消えるような感じに変わってきてるので、で、とにかくスルーさせる。呼吸を思い出す。ポスチャーで姿勢も思い出す。力を抜いて、もうどんどん流す、スルーさせる。ハートの周辺からちょっと、下に向けて気持ちいい感じが出てくるかもしれないです。気持ちいい、感じのところで、上ところも気持ちいい感じになって変わるかもしれないです。でも気持ちいいところはもう気持ちいいで置いといて、で、窮屈なところ、なんかぐーっとこう、縮まってるような感じがするとかも、とにかくほどくリラックス。とにかく呼吸を思い出す。窮屈なところぐっと縮まるところはもう逆にリラックスして広げる。ほどく、緩める、力を抜く、手放す、眺める、スルーさせる。で、この時もゆっくり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 手放す。人によっては、くるぶしですね、足の周辺、冷たい感じがしたり、ぐっと動く感じがしたりとか、あと、臀部、股関節の外側とかでも冷たいピリピリ、ジリジリ感が出てくるかもしれないです。とにかくスルーさせる。で、首の力も、でも首もちょっと動かしてみて、なんか硬いところもね、確認したらもう手放しちゃう。頭のてっぺん、100円の周辺で変化が起きるかもしれません。
呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。気持ちいいところは気持ちいいところで置いといて、窮屈なところはどん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 ほどく。力を抜く、呼吸を思い出す、ポスチャーを思い出す。はい、横隔膜、胃の下ですね、腹部、上部、上腹ですかね、どん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 手放す。気持ちいいところがゆっくりゆっくり広がりますと、ゆっくりゆっくり奥の方まで行きますと、頭のところがぐーっとこう縮まる感じがするかもしれないです。人によってはちょっとこう吐き気、軽い吐き気みたいな気分が悪い感じになるかもしれません。特に肝臓のところがこうぐーっと処理されているときに、これはもう肝臓はどれだけダメージ入っているかによるので、私はアルコールは勧めません。特に主語の方は考えた方がいいと思います。また人によっては遺伝子的に肝臓が弱い方もちょっとぐーっと気分が悪くなる感じが出てくるかもしれないです。とにかく可能な限りする。肝臓の状態が、まあ、クリーンになればなるほど、これはもうクリーニングシステムのメジャーなところなので、肝臓の状態が良くなればなるほど、頭も実はクリーンになるんですね。なので、まあ、肝臓は可能な限りダメな。気持ちいいのがゆっくりゆっくり広がりますと、特に左半身、今右側の右半身かなり通ってますが、まあ肝臓のこと、それが比べて左側がまだ始まってないので、例えば左側を緊張しないようにどん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 こうと。今45分です。多分10分、12分ぐらいかな。はい。どん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 、はい。ほどく、手放す、ポスチャーを思い出す。姿勢、ポスチャーを思い出す。歪みを正す。伸ばす。
で、呼吸を思い出す。ハートが膨らんでる、丸、大きく大きく広がってる状態を思い出す。胴体のところがどん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 軽くなりますと、ちょっとまあハートの反応ですね、ううみたいな反応が出てきても可能な限りスルーさせる一時的なものです。人によっては足に軽いだるさのようなのが出てくるかもしれませんね。左側ですね。他かも左側のところでも反応が出始めてる感じですが、とにかくもうスルーさせちゃう。手放す。気にしない。流しちゃう。スルーさせちゃう。ですね、ハート、まあ、前ですね、胸の前の左側上の方とかでもちょっとキュッと縮まるような感じがくるんですよね。ほどく、力を抜く、広げる、肩ですね、左の肩の、鎖骨の奥っていうか、肩甲骨、鎖骨の間っていうんですかね。とにかくもうリラックス、ほどく、緊張をほどく、
呼吸を忘れない。ポスチャーを忘れない、思い出す。力を抜いて、もうスルーさせちゃう。整える。あ、でもだいぶ。まあ、でも、もうちょっとですね。まあ、多分、横隔膜の周辺ですね。上腹の周辺は多分、ガンガンまだ続くと思いますが、その他はかなり落ち着き始めていると思いますけど、もうちょっとですね、だいぶ、もう多分、2、3分、ちょっと頑張った方がいいかもしれませんね。はい、横隔膜の周辺、上腹です。はい、もうとにかくどん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 力抜いて、で、呼吸を止めない。呼吸を思い出す。頭蓋の後ろ側ですね。首の、頭蓋の付け根の後ろ側。だから、ほどく、自由にさせてあげる。左の喉の側面、顎の下、喉の奥の方とかでも反応が出るかもしれません。とにかくスルーさせる。
もうちょっとですね。で、ハートもここかかく開いてる状態を思い出す。もうほぼ多分このままゆっくり弾いてると思いますが、まあ、いつものように過激なことはしないと。で、別にゆっくり過ごしてください的な感じも強く戻ってこないみたい。普通に生活していいんじゃないですかね。ただ、横隔膜の周りは多分まだエネルギー動いて調整続くと思うので、ポスチャー的には崩さない方がいいと思います。とにかくまっすぐに座っているとか、もしくは立っているとか、胴体のところがこう歪まない姿勢っていうんですよね。それを可能な限り2、3時間保つことをお勧めします。で、座る時にもこうソファーでぐっと落とさずに、まっすぐ立てたまま、椅子に座ってる方が腰をこう、なんていうの、後ろに落とさない的な、ちゃんとまっすぐ座ってるのがいいみたいと思います。ということで、明日もまた同じ時間になります。ということで、それではまた。